はい、おじでーす。さあ、楽天モバイルの話題になります。ね。スポーツ好き、万歳ということでね、もうネットの中はもうお祭り騒ぎ、ね。楽天モバイル本当、プラチナ回線、ね。もう間もなくだよね。今日は、今日20日で、締め切りがもうすぐなんで、もう割り当てまでね、あとわずかだよね。今月の割り込み締め切りなんで、で、まあ、このタイミングで、ね、すごいことになってきたね。パリーグ無料。で、NBA も無料になる。ね。完全無料になる。これはね、すごいことだね。で、これは、先に言っちゃおうか。ね、先に言っちゃおう。これは、本当楽天からしてみたら、まあ、CM にお金を、まあ、かける。で、すっごいお金かかるじゃん。で、それにまあ似たようなもんなんだよね。本当宣伝費みたいなもんだよね。経費で言えばね。で、まあ、ただでくっつけるっていう。もう本当うるさい、楽天モバーなんてね、うるさい CM、しつこいほど流すよりは、まあ、こういうのでお金を使ってユーザーに還元した方がいいよねっていうね。まあ、そういう判断だよね、これね。で、まあ、楽天 NBA ね、もうみんな無料になるねとかね、提供開始とかこうね、1週間ぐらい前から、なんか盛り上がってます、一緒なんかね。で、ふーって感じだったんだけど、まあ、いよいよ、いろいろね、こういう記事にもなってきました。NBA 公式動画サービス、楽天 NBA10 月値上げ、楽天モバイルに無償プラン。ということで、ね、これがね、まあ、プラン改定のお知らせということで、まあ、楽天は NBA 試合をライブ見逃し配信している有料動画配信サービス NBA 楽天について月額プランのリーグパス月額の価格を10月20日、ね、おじいの誕生日からじゃん、やめて、0時から値上げする。現在の月額料金は2970円で値上げ後は4500円。あ、ちょっと上がるんだね。その他提供中のリーグパスシーズンとベーシックパスについては9月20日15時で新規販売と自動更新を停止する。じゃあもうこれがなくなったってことなんだね。結局ね。リーグパスオンリーってことだね。それで、現在リーグパスを契約している場合、9月20日15時以降は契約の自動更新は行われない。なお、契約満了後も10月19日までは試合を視聴可能。また、10月に開催されるプレーシーズンゲームは10月19日まで無料開放される。視聴には楽天 ID でのログインが必須ということみたいです。10月20日以降、リーグパスを利用するには新価格での契約手続きが使用で、再度契約した場合は新価格で自動更新される、まあ、つまり4500円ということだね。また楽天モバイルでは10月20日より楽天最強プランと楽天最強プランデータタイプを契約している全ての人にリーグパス、ね、だシーズン、ね、と同等のコンテンツが一緒に同等同じじゃないんだね、同等なんだね。NBA リーグパスフォア楽天モバイルを無償提供する。無償提供期間は未定。具体的な視聴可能コンテンツ正直に載ったりということで、まあ無償提供期間は未定。まあ意外と早く終わっちゃうんだろうね。で、これはおそらく何か目的があって、そこに行くまでの間だと思う。で、おじいが予想するに、まあ800万人か、1000万人達成まで続くんじゃないかなと思う。おじいの予想だと。で、まあ、ミレーシーズはね、まあ、ご覧の通りってことでね。で、1万3200円で提供しているリーグパスシーズン、NBA 楽天が選択した試合を、これね、楽天が選択した試合を月額990円で視聴できる、ベーシックパスは9月20日15時で新規販売を停止。ベーシックパスについては自動更新も停止。で、これら2プランを契約している場合、19日まで試合を見れるが、
2023年24シーズンへの自動更新は行われないため、NBA 楽天を利用する場合は、上記リーグパスの購入などが必要になる。4500円。うん ?4500 円でしょ。で、その他、使用期限を9月30日までとしていた、学生応援リーグパスシーズンね、ギフトコードについては、今回のプラン変更に伴い、使用期限を9月20日15時まで短縮。かわいそう。かわいそう。プレシーズンゲームは10月19日まで無料開放するため、そちらの利用を呼びかけている。合わせて今回の変更に伴い、9月20日15時から19時頃まで、購入機能のメンテナンスを実施。ね。期間中は定額プランの改定変更はできない。まあ、それはいいけども、また殺到して見れなくて、YouTube で無料配信とか、また情けないことにならなきゃいいけど、ね。八村選手がね、デビューが見れなかったとかね。なんか、騒いでなかった？ NBA 楽天は NBA の各試合映像や、関連動画コンテンツを視聴、チーム、選手の NBA 公式スタッツなどのデータ、最新入手や独自の取材記事の閲覧、ファン同士で一緒に試合を楽しめるライブチャット機能などを備えた日本国内向けの NBA 公式動画配信サービスということなんだね。で、まあ、プラカード、まあ、公式でこんな風にして出てるってことはね。でも、受付はね、もう終わってるよっていうことなんだね。まあ、どう？おじいはスポーツ全く興味がないんで、何バスケットボール？バスケットボールも見ないし、で、昔ゲームセンターで、バスケットボールの、ね、こうやってやる 3D のやつがあって、3D っていうか、何 ?3D ではないね。3D なんで、3D っぽく、疑似 3D っぽく見えた、なんか買ってあるゲームがね、あったんだよね。でも、おじ、だっけ、台を運ぶの手伝ってね、無料で2、3回やらせて、店長にやらせてもらったぐらいで、お金出したらそんなことないんだよね。興味ないから。なのでね、全然、全く興味がない。まあ、八村選手はね、頑張ってねって気持ちはあるけども、全く興味がない。ね。でも、結構でも、八村選手で話題になってるから NBA、まあ、日本も興味のある人も増えてきたのかな、もしかしたら。ね、これも止まっちゃってるよっていう。で、あと、楽天モバイルね、入るだけで、この NBA のパ・リーグ0円で見られるよっていうね、まあ、このプランがあって、まあ、パ・リーグ。野球も全く興味ないんで、ルールも知らないし。で、まあ、こういうのが見れるよっていうね。まあ、もう楽天モバイルの会員になっていれば、無料で見れるよっていう。だ今まで2000いくらだったものが、980円での消費税で、1080円ぐらいで、まあ見れるようになるよっていうことなんで、まあ今までお金を出して見ていた人は、すごく安くなるって。値段が3分の1になる。万歳っていうことになるんだね。で、今まで興味のなかった方も、楽天モバイル契約していれば、おまけで見れるっていうね、万歳っていうことになるんだね。もういいことすぎるじゃん。で、パリーグって、あれだね、裏側っていうか、ジャイアンツがない方だね。こっちはなんか盛り上がるあれなんかあんのかな。ジャイアンツ、だって、あっちがセリーグか、じゃあ。パリーグだけなの？セリーグは見れないの？セリーグ見たい人いっぱいいるじゃないの？なんだっけ、この間、タイガースかなんか優勝したんでしょ？知らないけど。で、パリーグってあんまりなんか聞かないね。パリーグ。もう名前が変わっちゃってわかんないよ。南海ホークスとかがどれになったんだろう。この辺かな。南海ホークス。ねえ。こっち側の裏側って何があったっけ。南海しか思い浮かばないよ。ほんと。セリーグが、巨人、ジャイアンツ、中日、
ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、広島カープ、阪神タイガース、あと2個あるよね。巨人、阪神、巨人、阪神、中日、中日、もう一個な、なんか消えたね。巨人、阪神、中日、ロッテはどっち？ん？こっち、ロッテかな？ロッテか？で、あと何があるんだ、あと2個。何があるんだろう。なんだろうな。あ、広島カープ。広島カープ。で、あと1個。あと1個なんだろうな。何がある？なんだろう。最後の1個はわからない。なんだろうな。ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズ、広島カープ、ロッテ。で、何？あと1個。なんだろう？あ、ヤクルト！ヤクルトスワローズだ。そうそう、ヤクルト。ね。そうだね。で、パリーグが、何回がなくなったんだね。パリーグもともと何があったんだろう。ねえ。もう今全然わかんない。いろいろ変わっちゃったんだね。ソフトバンクホークスに、これ何これ。ビージンロックス。何これ。どここれ。マリネス。千葉、ロッテ、あ、え、ロッテこっちなの？ロッテこっち？ってことは、セリーグ、セリーグじゃロッテじゃないんだ。じゃあもう一個なんだろうな。ロッテこっちだったの？なんだろうな。なんだろうね。ロッテがこっちだったんだ。あ、西武ライオンズだ。あ、でも、ここにライオンズがあるじゃん。ここに西武ライオンズがあった。西武じゃない。これ西武ライオンズだよね。あ、楽天イーグルス。あ、楽天か。あ、楽天が南海だ。確か。楽天が南海ホークスなんだよ。で、ドカメンがいたとこね。で、これ何これ、ファイターズ。何て書いてあるの、北海道に、あ、日本ハム、日ハム、ははは、は、日本ハム、で、西武ライオンズ、で、ロッテ、ここまでがおじいが知ってる球団で、この3つが変わっちゃったんだ。だから南海が楽天になって、ソフトバンクって、どこ買収したんだろう。これ何これ、 BI 何これ、なんかわかんないマークがある、ね、なんだろうね。なんか大体食べ物系だよね。わかんないね。全然興味がないよね。こっち側の裏側の選手で有名なのはあれでしょ、なんだっけ、イチローだっけか。イチローが、あ、オリックスってどっかにあるよね。イチローオリックスよね。あれ、オリックス、あの、イチロー、あ、違う、新庄だっか。新庄かなんかがこの B 面のリーグだっか、あの、まあ、B 面でか、パリーグのあれだっか、なんかそっち側でなんか有名な人いたよね、誰かね。
新庄ってなんか北海道ただいまって言ってたような気がするけど、新庄ってどこの出身だったんだろう。なんだっけ、ほら、あれ、ね、マー君は、あれだね。ね、マー君、神の子、ね。どこだっけ、ね。中日か。違うね。ヤクルトだか。違うね。どこだっけ。ね、あ、マー君いたのが楽天だか。どこだ。ね、わかんないな。なんか、新庄がいて、なんかピッチャーいたね。名前は出せないけど、もう引退したんかな。なんか、黒がつくなんかお姉ちゃんと、なんか奥さんがなんか、もう、なんかやってた人だったような気がするけど、なんだっけな、名前が出てこない。目が細い子。ね。なんかいたな、名前が出てこないけど、ピッチャーがいたね。ね。毎日今出てくるのは、二刀流の、なんだっけ、新庄だか。ね。ここ、肘手術したんでしょ。ね。まあ、全然わかんないけどね。この、裏側のパリーグの方ってあれでしょ、なんか、こうやって投げてとか、ここ三角に、黒いのつけたりとか、そっち側の、あれでしょ。ね、で、まあそれもね、無料で見れますよってことなんで、まあスポーツ好きな人はね、もう楽天モバイル万歳でしょ、本当ね。おじいは全く興味がないけど、おじいが楽天モバイルをもう激推しすることがあるとしたら、これでね、要は、レース関係、ね、レースチャンネル。F1 とか、インディーとか、ナスカーとか、ラリーとか、そういう、車の、要は、レースと配信を無料で見れるようにしたら、もう離れないよ。ね。そっちの方に行けばいいのにさ、なんでやらないんだろう。ね。まあ、どの道ね、こういう半券ものって NBA の半券とかこういうのって要は年間お金をガンって払って権利を買ってでその権利を買ったから国民にバラ売りして儲けるっていうそういうものじゃん。でそこをまあお金取るのもね、普通に値上げしてやるけれどもね、まあいろいろ物価も上がってるから値上げはしょうがないんだよ本当ね。でもまあ一応経費としてね、こっちの方で無料でおまけでつけるっていう。まあ CM だってお金をね、とんでもない金額出して放送して終わっちゃうんだから、CM を。それを思えばね、全然ユーザー側にプラスが来るんだから、まあこうそういう経費の使い方はいいよね、すごくね。まあそういう経費の出どころがね、みんな今借金なんで、ね。まあそういうわけで、まあおじいはね、いいと思うよ。うん。で楽天モバイルをたとえ908円の消費税でもずっと使い続けるっていう、もう楽天カードとかと組み合わせるとポイントプラス2倍がつくわけだし、まあ楽天経済圏ね、使いながらポイント何倍何倍で生活してもいっぱいいるわけだしね。で、こういったものがおまけでくっついてくるっていう、もう万々歳じゃん。で、プラチナ回線が手に入ってね、もう100個でしょ。ね。で、他の最大キャリアはどんどん今値上げしてるでしょ。で、いろんなお手数料も値上げした。ね。だから楽天モバイルがどんどん有利になるじゃん。だからこの有利な状況で、ガンガンね、進むのか、おいても手のひら返して、ね。またそんなこれ目的で、どうせ無料配信目当てでしょってね。ロイヤルユーザーを狙うんだっつって、またこじきいらねえってね。どうせ手のひら、ひっくり返したら目に見えてるけど、ね。はい、そんなわけでね。でもまあ、こういったものがただになるんだったら、好きな人は、そうはしないよね。そんなお話でした。皆さん、スポーツ、興味ありますか？おじいは全くないけど。ね。本当ね、もう、レースのチャンネルを一個追加してくんないと、ね、もう今、だって、あれだもんね、民放とかで全然レースやんないしね、
せっかく角田とか頑張ってるのにさ、ね、あのね、楽天モバイルね、だからあの、ジュジュちゃんのね、スポンサーについてね、あの、ミキハウスだけじゃなくて、そこに 楽天がね、応援して、支援してね、そうするとね、絶対人気上がるんだよ。せっかくね、チャンスがあるのに、ね、もう、ジュジュちゃん密着チャンネル作ればいいんだよ。ね、楽天、あのバッテンなんていうの、楽天バッテンね、ジュリちゃん、ね、野田ジュリちゃんを応援しますってね、そしたらもう国民からみんな支持されるよ、ジュリちゃん頑張れっつってね、だ おじいにしてみれば、個人的な意見で申し訳ないけど、この2個なくしてあのジュリちゃんね、ジュリちゃんあれもう終わっちゃったけど、来年なんだっけな、なんだかに、ね、なんだか見たな、なんかね。あとは、じいちゃんの追っかけをね、やってくれたら、もう盛り上がると思うんだけどな、ほんと。おじいが、楽天モバイルのね、会長やってたら、もう失礼な一声でね、やっちゃうけどね、ほんとね。ね、野田レーシングスポンサードするけどね。はい、そんなわけでスポーツ的万歳のお話でした。皆さんのご意見もお待ちしてます。またねー。